竹谷プロ、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとあの発信がちょっと見てないの、見れないもので、はい、どういう状態というか気持ちで臨まれました？いやでもちょっと2位が優勝決定戦で、ね、続いてたんで2位が、うん、今回はね絶対に負けたくないっていう気持ちがあるんですけど、それを前面に押し出すと空回りするんで、自分のボーリングをして、それで負けたらもうすっきり気持ちよく負けを認めようっていう気持ちで投げました。なので自分のボーリングがしっかりできた1ゲームを投げれたんじゃないかなと思います。くしくもなんか大島プロも同じようなコメントをされてたりとか、そうなんですね、自分のボーリングをしっかりやろうっていう、はいはい、やっぱりね、結局いつも決勝戦負けるときって相手との駆け引きを考えちゃうんですけど、結局は自分との戦いになるんで、そこをしっかりと自分と戦うっていう気持ちを持って投げました。でご家族もね、目の前にいらしたということで、あ、そうですね、あ、すごくいい記念にもなられたと思う、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。